光月宗願寛永20年8月19日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧、大徳寺住持。堺の豪商で、織田信長、豊臣秀吉に茶道として仕えた、津田宗久の子。天王寺屋を継いだ、津田宗凡は二位。俗名は宗丸。幼名を、道丸、継いで春松。号にあくび後、袋子、角隠しなど。送り名は、大良教習禅師。幼少より、大徳寺の僧、秀極宗円に師事し、15歳の時に剃髪して、宗願を名乗る。1610年に、大徳寺156世住持となり、1611年の春夜の死去により黒岳の菩提寺、達中両光院を継ぎ、寺を光月とした。翌1612年に、黒田長政の援助を得て、両光院内に小堀遠州と古法庵を開山。大徳寺達中の宗建院、筑前博多の宗福寺、筑前秋月の古真寺、筑前直方の雲真寺、江戸品川の東海寺などを経て、1643年に院政していた両光院の世にて死去した。宗願は東大一流の文化人として知られ、特にその書は、沢庵宗宝、清願隆史と共に、茶が明けとして流行した。また、茶の湯を、父の津田宗久、古田織部、小堀遠州に学び、千宗旦とも交流して、堀直頼や黒田高政らを弟子とした。松花堂昭乗や鹿野探幽との親交も知られる。C 事件では、沢庵、玉室宗伯らと共に幕府に抗議して、詰問を受けたが、一人許されている。光月の語録、あくび講は著名である。ありがとうございます。